ファザー先生こんにちは、えー、と今日はですね、ここ1週間ぐらいのですね、えー、YouTube 活動のご報告というかですね、えー、動きについてお話ししたいと思います。えー、とですね今週というか、先週、1週間ぐらい前からですかね、ちょっとあのコメントでやり取りをしてる方がいらっしゃいまして、えー、まあ,あの 猫の動画とかいろいろ子供の動画とかにコメント書いていただいたりとかあとまあ株をやられてるようで、まあ、それについてもですねちょっとお話をしてですねえっ、ー、と昨日おとといぐらいにですねちょっとここが分かりませんということがあったんで僕がその動画をちょっと作ってですね、えー、まあアップして、えー、いるという、まあ、そんなやり取りなんですねなそういうのが、えー、ありまして、えー、ここ23日でですね結構登録者も 34人こうガガッと増えたりなんかしてですねえー、いる状況ですえー、っとですねあのストーンっていう名前にしましたっていう動画もちょっと出してみたんですけどもそちらでもですねお一人の方がコメント書いていただいたりとかあとはそれによってあのチャンネル登録もしていただいたりとかですね、えー、そういう状況でございますただこれでですね一喜一憂してですね良かった良かったっていうことではないのですが まだ30人台が40人台になっただけなんで、えー、まだ全然なんですけども、まあ、あとですね、動画の方もですね、本数がまだまだ足りないなっていう感じはあります。一日の、一日で作る動画の数ですね、こちらをですね、やっぱり10本から20本ぐらいにちょっと上げていきたいなっていうふうに思ってますので、どんどんやっていこうかなと思います。あとですね、えっ、ー、と、2、3日前ですかね、あの、サラリーマン YouTuberJ さんのですね、 え動画であのできなかったこととかできたこととかですねリスト化してですねい、えー、くというようなお話があったと思うんですけどもそちらの方もですねちょっと僕の方もやらせていただこう,いただこうかなと思いまして、えー、まあリスト化やることとかですね、えー、できたこととかできなかったこととかあとそれ以外にこう何がなんかできることなかったかなとかですねそういう風に後で考えられるようにですね、えー、やっていこうかなと思いますはいなのでまあ とりあえずというか、まずはですね、まあ、動画どんどん作るということにしばらくですね、えー、注力していきたいなと思っております。はい。ちょっと今回はですね、この、えー、なんか、報告動画みたいな感じになっちゃいましたけども、えー、ここ1週間ぐらいの動きというかですね、えー、のご報告でした。はい。またよろしくお願いします。ゴッドファーザー。さよなら、失礼します。